はい、今回はですね、こちらですね、ぼんじり、鳥の尻尾の部分ですね、テールとも言いますけど、これのさばき方ですね、これをやってみたいと思いますね。これあまりね、一般の家庭では使わないと思うんですけどね、鳥屋さんなんかに行くと、のテールとかね、いう名称で売られてますね。あと焼き鳥屋さんなんかに行くとね、ぼんじり、テール、または三角とかね、そういう呼び方でね、焼き鳥屋さんでは置いてますけど、僕もスーパーではね、これ売ってるの見たことないです。鳥屋さんにしかないですね。これのさばき方をやっていきたいと思うんですけど、結構難しいんでね、まずここにね、こう、とんがってる部分があるんですけど、この中に油の塊があるんですね。油壺とも言いますけど、これをまず取りますね。これがあるとちょっと臭いので、ここのところの部分を、ここに真ん中に骨があるんでね、ここをちょっとこういうふうに指で剥いていきますね。ちょっと力入れますけどね。するとね、この中にこういう白い、これですね、こういうのが出てきます。これが油壺ですね。これをまず取っておきたいと思いますんで、包丁でこっちの尖った方からでもいいですけど、こういうふうに入れてここを先取ってしまいますね。ちょっと待ってください。はい、これですね。そしてここにね、油壺を取ると、ここに真ん中に骨が、ここの先っちょまでね、こういうふうに骨が入ってるので、この骨と身の間に包丁を入れて、ぐるーっとこの骨の周りの身をね、こういうふうに、はい、こっち側に向けて、こう骨に当たるとちょっとずらして、骨に当たるとちょっと外側にずらしてっていう感じでね、こう骨の周りの身をこういう風に取っていきますね。この状態でね、串に刺して焼いてる焼き鳥屋さんもあるんですけどね、骨が残ってるので非常に食べにくいので、これはしっかりと骨は取ってしまった方がいいと思いますね。これですね。はい、これが骨ですね。そしてあとこれが身だけになったんですけど、ちょっとここの分厚い部分があるので、火が通りが悪いので、ここをちょっと包丁の切り込みを入れて、広げますね。こういう感じに、厚さを均一にするんですね。はい。これで、こう、串に刺して、焼き鳥屋さんでは焼いたりする。もちろんね、ここくっつけてますけど、ここ、真ん中で切って二つに分けても全然構わないですね。これが、ぼんじりのさばき方ですね。これもう一度ちょっとやってみます。まずここの尖った部分ですね。この中に油壺があるので、ここを開けます。そこ出てきますね。白い油の塊ですね。これですね。これを取ってしまいますね。そして、包丁の骨の周りに包丁をこう入れながら、この骨をこの身から外していきますね。はい、こうですね。そしてこの分厚いところに切り込みを入れて広げます。はい、こういう感じですね。この串に刺すときは、こちらから、こういうふうにね。先ほどのやつですね。はい。はい、こんな感じですね。これが、ぼんじりで、焼き鳥屋さんになどにあるね、ぼんじりの串焼きの、仕方ですね。以上です。